岩瀬っていう一人のピッチャーを中心に作り上げたチームなんでね。でそれをちゃんと8年間やり遂げてくれたっていうことに関して、本当にありがとうの一言しかありません。最後の砦で私がドラゴンのユニフォーム5年間着て一番計算できたピッチャー、精神安定剤岩瀬さん出てきたらもうもらったと、もう絶対的なピッチャーというか、もう絶対打てないだろうっていうピッチャーだったので、ずっと自分の野球をやっていく中で、一番この人みたいになりたいと思える先輩でしたし、ただ岩瀬さんと一緒に野球できる日を楽しみに現役をしっかり続けて頑張って待ってます。今年1年、ずっとキャッチボールをしていただきありがとうございます。岩瀬さんにいただいた、助言やアドバイス、これから自分もしっかり実践して、チーム強くできるように頑張っていきたいと思います。まんちゃん、お疲れ様でした。20年間現役生活、次はまた第二の人生、何をするか分かりませんが、またドラゴンズのために頑張ってください。グラウンド内ではもういてもらわないと困る存在でしたね。でも一つロッカーに入るとね、いるのかいないのか分からない存在でしたから、岩瀬くんって呼んだことないんですけどまちゃん、長い間、お疲れ様でした。まあ、これでね、一応ドラゴンズ OB という僕と同じ、立場になりますから、応援していきましょう。